こんにちは、美川千秋です。先日の生放送は酔っ払ってましたね。あれは良くないと思います。美川さん、あれは良くないと思いますよ。ということでですね、今後飲酒したりとかってする生配信、定期配信は面言の方でやらせていただこうかなと思います。何か大きいイベントがあった時のありがとうございますとか宣伝とかは一般公開にして、なんかこう毎月いつもみたいにやってた配信はメンバーシップ限定で行わせていただきます。いやーね、よっぽど思うところがあったんだね。で切り抜きはやめて、切り抜きはしないでってすごい言ってたっていう記憶はあります。そして枠を途中からメンバーシップ公開に変えてしまったので、一瞬だけ存在した謎の枠にスーパーチャットをくださった皆様、反応ができずに申し訳ございません。改めましてナイスにゃーん、ありがとうございます。いや、こんなね、感じでね、毎回いろいろやらかしてしまいますが、それも人生という感じです。こんな美川さんでも失望しなければ、今後とも、仲良くしてくださると、嬉しいです。よろしくお願いします。